おっすおっす、今回も本読みやっていきましょう。なんか投稿期間すごい空いちゃって申し訳ないです。ということで今回やっていくのは法典政府です。史実では辛亥革命で大清帝国は滅亡し、中華民国が成立しましたが、この世界線では確かドイツの介入で大清帝国が生き残り、満州に張作霖率いる法典派が逃げた感じだと思います。なおこの法典政府は日本からかなりの支援を受けており、史実の満州ほどではないですが日本の影響をかなり受けています。そんな法典政府の今回の目標は中華統一です。具体的には南にいる清や軍閥を全部併合することですね。それでは法典の国民精神を紹介します。まず、後進的な産業。日本の支援はありますがそれでもかなり問題があるらしいです。次に、不公正な統治。要するに法典の政治はかなり腐敗しているようです。次に、投資の不足。北極戦争で経済がぶっ壊れたみたいですね。次に、関東軍。史実でも満州にいた関東軍ですが、この世界線でも影響力を持っているらしいです。次に、満鉄の影響力。共和会の支持率に応じて建設速度と生産効率が上がりますが、高すぎると政治力、安定度、戦争協力度にデバフが入り、日本へ民需向上を差し出すことになるのでやりすぎに注意です。次に、地域主義者の感情、中華統一よりも満州第一という考えの人は多く、戦争協力度がかなり下がります。現在の東アジアの勢力図は大体こんな感じです。法典、モンゴル、チベットを除く全土は大清帝国の勢力下にあり、また東にはいつもの大日本帝国があります。法典政府の政治は共和会、交通罰、幸福連盟、浄化罰によって動いており、共和会は史実通り対日協力者、交通罰は鉄道の中国系企業、幸福連盟は多分法典政府の主流派、そして浄化罰は軍みたいな感じだと思います。これらの政党の支持率が低すぎたり高すぎたりすると悪影響があるらしいのでバランスが大事です。2月初めには地方主義者が行動を開始、安定度と戦争協力度がさらに下がります。2月9日には旧西東軍閥で上新天国が建国、一貫堂っていう若干ヤバそうな新興宗教の国らしいです。ヤバいですね。その後、大清帝国の陣営が崩壊、清はドイツの支援でなんとかなっていたのですが、多分ブラックマンデーでパーになったのでしょう。大清帝国は旧八省連盟の南京軍閥から独立した安慶軍閥を支持、清は最近反社会政策に行く傾向があるんですかね。なお、清がドイツ寄りの政策をとって南京を支持すると安慶は法典側について、後々の新攻略が楽になるのでリセマラすることをお勧めします。ちなみに三島軍閥は今回ヤバいカルトに乗っ取られてしまいましたが、清寄りのルートや法典寄りのルートもあります。そしてチベットでは国民党と社会主義インドが政権を掌握。まあ大したことは起こらないんですけどもね。4月には四川省で飢饉が発生、南京がめちゃくちゃになっていて食料輸送が大混乱しているらしいです。さてそれで派遣地主義者を片っ端から逮捕していきましょう。この時代の治安維持は大体この手に限る。6月末にはモンゴルで革命派が政権を掌握。この時代のチベットとモンゴルって清から一緒に独立したり、宗教が同じチベット仏教だったりで超仲良しなんですけども、政治まで同じ感じとはたまげたなぁ。さてそれで八一主義者を鎮圧したので国家方針、プロパガンダ戦線の確立を取りましょう。これをやると戦争協力度を上げるディシジョンが解禁され、60% になると大清帝国との戦争ができるようになります。10月半ばに張作霖大元帥が何か演説を行ったよ。なんか中華統一に向けた演説らしいですけど内容はよくわかりません。37年4月、海賊が率いる馬軍閥がチベットに宣戦布告。この人たちは国旗からわかるようにイスラム教徒で、反仏教的な立ち位置らしいです。その後、三世軍閥の象徴で何かいざこざが発生。これはいけない。到底許されるべき行為ではないと思う。というわけでかなり早いですが三帝を守るために清に宣戦布告しましょう。こうして第五次北極戦争が勃発。今こそ極兵の練習を開始、共和国を復活させる時が、民国万歳。4月には清の次第
強いられているので楽でいいですね。ネタバレ注意、この後膠着します。6月には北京が陥落、ついに我々は資金上を手に入れたのだ。公選で北京を陥落させると国家再統一会議が始まるのですが、会議には誰一人来ませんでした。この会議が成功してくれれば中華統一がかなり楽になるのですが、今回は戦争で統一するしかないみたいですね。1年後の38年7月、王朝明率いる国民革命政府が大新帝国に宣戦布告。三世が序盤にくたばって戦線が膠着してたから助かる。11月には大新帝国が降伏、武漢以外の土地を全部もらうことができました。やったぜ、あとは四川人たちだけですね。北京を手に入れたので、国家方針、北京からベロニアの発生を開始。これで北京市戦とできます。39年1月、中継が陥落し四川軍閥が降伏。これで清とその同盟国は全部消し飛びましたね。ということで四川軍閥も併合しました。これからは各軍閥を力でねじ伏せていく感じですね。そしてこれは中国とは何の関係もないのですが、なんとモザンビーク紛争でポルトガルが中部アフリカに勝利、大抵ポルトガルが負けるのにこれはたまげたなぁ。そして当然中部アフリカはその後崩壊してめちゃくちゃになりました。当たり前だよなぁ。さてそれで覇王朝明兄貴の国民革命政府に宣戦布告しましょう。社会主義者ではなく我々こそが正当な中華民国である。11月には国民革命政府が降伏、途中で日本に介入されてしまったので取られないように注意して割譲できませんでした。南のよくわからない海岸の州を取られてしまいましたね。40年1月、高天政府が雲南軍閥に宣戦布告、倍速しましょう。雲南を併合したことにより、正当な中国の政府として国名を中華民国に改称。ついに我々は辛亥革命を成就させたのだ。それでは残りの馬軍閥と新疆軍閥を潰しました。これで中華統一完了です。まだ大日本帝国と条約都市と丹武なんだっけが残っていますが、今の中華民国の国力で日本や強将やロシアと戦う余力はなく、うつ虫があったのでここまでにしようと思います。それではご視聴ありがとうございました。